はい、どうも、パスタです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、今、5000万円貯めるのに役立ったものをいただきましたけどね、こんなん何本あってもいいですかね、持っていきましょう。今回は、5000万円貯めるのに役立ったものがテーマの動画になります。先日あげた5000万円貯められた理由っていう動画がありがたいことにご好評をいただいております。改めてこんな紙芝居動画にいつもいいねとコメントをくださる皆様には感謝しかないです。本当にありがとうございます。ただですね、参考になりましたっていう意見もある一方で、具体的にやったことについても知りたいというお声をいただきました。確かにあの動画は全体像寄りのお話だったので、少し抽象的で具体的な手法まではあまりお話ができませんでした。あの情報で具体的な行動まで自分で移せる人はいいんですが、資産形成を始めたばかりの方の中には、じゃあ具体的にどうしたらいいのっていうふうに感じられた方もいらっしゃると思います。改めて思えばすごく不親切でしたね。初期のポケモンで人影を選んだ時に、花田ジムまでの相性が悪い上に、フォローできるポケモンが大していないのと同じぐらい不親切だったなと反省しました。ですので、今回フォローの意味も込めて、具体的に役立ったものやサービスについて動画を作ることにしました。ということで、今回は我が家が5000万円を貯めるまでに役立った神アイテムを3つ厳選してお伝えします。私が独断と偏見で選んだものになりますので、異論がある方もいるとは思いますが、そこは菩薩の心でお許しいただけたらと思います。3つのうち1つでも取り入れたら間違いなくお金が貯まりやすくなると思うので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。では早速始めます。まず1つ目は家計簿です。このチャンネルを昔から見られている方には、お前何度目だよっていう風に怒られそうなんですが、ドリカム並みに何度でも繰り返すほどめちゃくちゃ大事です。理由はですね、家計簿をつけると家計の資産状況と収支状況が把握できて、お金の流れが把握できるからですね。そうすると改善ポイントが浮き彫りになるので、自然と支出が抑えられます。これは結構効果が大きくて、例えばこういった家計簿での振り返りを通じて、会社でのランチをそれまで外食をしてたんですけど、それをやめてお弁当にしたり、無駄な保険の解約をしたり、通信費を見直したりすることにもつながりました。金額は概算になります。こういった支出を見直しただけで、毎月6万円弱は削減できたので、年間70万円以上は支出が抑えられました。おそらく家計簿をちゃんとつけて振り返りをしていなかったら、だらだら支払っていたものもあると思うので、そう考えると大きかったなと思います。ただですね、そうは言っても家計簿をつけるのは面倒で続かないっていう人もいらっしゃると思います。そういう人におすすめなのが家計簿アプリです。家計簿アプリはだいぶ浸透してきたと思うんですが、簡単に言うと銀行口座やクレジットカードといった金融機関情報を連携しておくと、自動で家計簿を作ってくれるアプリです。初期設定だけちょっと面倒なんですが、それさえやってしまえばほぼ自動で家計簿が出来上がります。銀行口座や証券口座をすべて連携していけば、資産管理も一元化できてすごく便利なんですね。ちなみに家計簿アプリ選びについては、どれもできることは似ているので、使いやすいものを選べばいいと思ってるんですけど、我が家はマネーフォワードミーを使っています。デザインが見やすくて操作がしやすいっていうのと、資産管理がしやすいこともメリットに関してますね。ただ、マネーフォワードミーは便利なんですけど、無料版だと連携できる金融機関が10個までとか、更新が遅いとか、ちょっと使いづらさもあるんですよね。金融機関情報って10個あれば十分じゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、資産形成をしている人って、銀行口座を生活用と貯蓄用で分けていたり、証券口座を複数使い分けていたりもすると思います。それに加えて、クレジットカード情報も連携すると、全然10個じゃ足りなくなるんですよね。それとですね、我が家がそうなんですけど、夫婦の金融機関情報を一つのアカウントにまとめて一元管理をしたいっていう人は余裕で足りなくなります。なので、マネーフォワードミーを使うなら、月額500円かかるんですけど、有料のプレミアムプランを使うと、連携数に上限もなくなりますし、情報の更新も早くなるので、非常に使いやすくなっておすすめです。でも、中にはですね、家計簿アプリにお金を払いたくないよっていう方ももちろんいらっしゃると思います。そんな人におすすめなのが、マネーフォワード固定費の見直しで、電気料金を見直すことです。これなぜかっていうと、マネーフォワード固定費の見直しで電気料金を見直せば、電気料金が安くなる上に、マネーフォワードミーのプレミアムプランが無料になるからですね。月額500円が無料になるので、年間でだいたい6000円くらい払わなくて良くなるイメージです。このプレミアムプランの料金は、決済方法によっても若干異なるんですけど、だいたい6000円くらいっていう感じですね。元から無料の家計簿アプリを使っていれば、そもそもかからないお金ではあるんですが、マネーフォワードミーを使いたい人にとっては、これはありがたい話だと思います。ただ、これを聞いたときに、そうは言っても、契約する電気会社の料金が高かったら話にならないんじゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃると思います。他の電力会社からの乗り換えで、500円以上電気料金が上がるようだったら、マネーフォワードミーのプレミアムプランが無料になっても、トータルで損になるので、そう考えるのも自然ですよね。でも、そんな人にもご安心いただきたいのが、マネーフォワード固定費の見直しを通じて契約するのが、新エナジーっていう会社になるんですけど、その新エナジーは、電気料金も最低水準で、かなり安いっていうことですね。
ですので、今より500円以上高くなるっていうことは、ほぼほぼないんじゃないかなと思います。この辺の詳細な料金は、使ってる電力会社とかエリアとかでも変わってくると思うので、専門の比較サイトとかでご確認いただければと思います。ここまで説明したような理由で、マネーフォワードミーの愛用者なら、マネーフォワード固定費の見直しで電気料金を見直して、マネーフォワードミーのプレミアムプランを無料で使うことを個人的にはすごくお勧めします。昔は楽天電気を契約していると、楽天市場のポイント倍率が上がるっていう仕組みがあったので、そっちを使ってたんですけど、今はそのポイント倍率のアップもなくなったので、全然こっちでいいかなと思ってこっちにしてます。もし家計簿アプリを使ってみて、マネーフォワードミーが使いやすかったっていう方は、ぜひマネーフォワード固定費の見直しで、電気料金の見直しをしてみてください。こちらの詳細については概要欄にリンクも貼っておきます。以上が一つ目の家計簿についてです。次に二つ目はキャッシュレス決済です。キャッシュレス決済って何かっていうと、クレジットカードとかバーコード決済とか電子マネーとか現金以外の決済手段のことですね。キャッシュレス決済が資産形成におすすめの理由はいくつかあるんですが、ここでは3つご紹介します。まず1つ目の理由はポイントが貯まることです。現金で支払ったら何のポイント還元も受けられないんですが、キャッシュレス決済で支払いをすると何パーセントかのポイント還元が受けられます。そんなポイント還元なんて大したことないし、ちまちましたことはしたくないよっていうふうに思われるかもしれないんですが、これは意外と馬鹿にできなくて、チリツモで結構大きな効果になります。例えば、ポイント還元が高いサービスを利用して、お得なタイミングで買い物をすると、10% 以上の還元が受けられることも結構あるんですよね。そうしたら、1万円の買い物をすると、現金支払いの時には得られなかった1000円以上のポイントが得られることになるので、かなりお得になります。支払い方法を変えるだけで、ポイント分の収入が増えるようなものなので、そう思うと結構インパクト大きいですよね。会社員で給料を 10% 上げるのって、大出世したり転職したりしないと難しくて結構大変だと思うんですけど、こういったポイ活ならそれがすぐにできるので、ちまちましたものだと思わずにやってみると意外と効果を実感できるかもしれません。次に2つ目の理由は、履歴が残るので振り返りがしやすいことです。現金で支払ったら、ATM から引き出した記録しか残らずに何に使ったかは追えないんですが、キャッシュレス決済で支払ったらいつ何にいくら使ったかが履歴で残ります。そうすると、後で振り返りもできますし、なんかよくわかんないけど、お金がたまんないっていう、この世の七不思議の一つに対して、これが理由じゃないって、痛快にカウンターを決められるようになるので、非常におすすめです。次に三つ目の理由は、家計簿アプリとの相性がいいことです。二つ目の振り返りがしやすいにも通じるんですが、キャッシュレス決済を家計簿アプリに連携しておけば、利用額や引き落とし予定額などが家計簿アプリ上で確認できます。家計簿アプリは現金支払いや連携できない金融機関の支払いについては手入力をする必要があるので、そこだけ少し手間が発生するんですね。なのでできる限り日常の支払いをキャッシュレス決済にして家計簿アプリに連携しておけば、本当にほぼ何もせずとも家計簿が出来上がるようになります。こうなるとたまに発生する現金支払いのみを手入力する程度になって、家計簿ライフが驚くほど楽になるので本当におすすめです。以上がキャッシュレス決済が資産形成におすすめな理由になります。ここまでの話でキャッシュレス決済が便利な理由は大体分かったと思うんですが、キャッシュレス決済って一口に言ってもいろいろな種類があるので、次にキャッシュレス決済を選ぶ際のポイントについてお話をします。それが何かっていうと、ポイントの貯まりやすさと使いやすさ、この2つを兼ね備えているものですね。ポイントっていうとどうしてもポイント還元率とか貯まりやすさがフォーカスされがちだと思うんですが、それに加えて用途の広さとか使いやすさも非常に大切な要素になります。使えないポイントや使いにくいポイントをいくら貯めても仕方ないっていうことですね。これ分かりやすいようにポケモンで例えると、攻撃の種族値が高いのにタイプ1の物理攻撃技を覚えられないみたいな感じです。具体的に言うとダイパまでのブースターがそれですね。攻撃種族値130っていう高い攻撃力を誇っているのにそれを活かせないっていうイメージです。代表的な不遇ポケモンですよね。なので繰り返しになるんですが、貯まりやすさと使いやすさ、この2つを兼ね備えているポイントをもらえるキャッシュレス決済が望ましいです。じゃあ結局何を選べばいいのっていう話なんですが、我が家は今のところは楽天カードと楽天ペイを使っています。なぜかっていうと、楽天ポイントは貯まりやすさと使いやすさの両方を兼ね備えている優秀なポイントだからですね。ポイントサービスは統一すると貯まりやすいっていう特徴があるんですけど、楽天の場合はそれがめちゃくちゃ顕著です。いわゆる楽天経済圏っていうやつですね。楽天では SPU って呼ばれるポイントアッププログラムがあって、銀行口座、証券口座、携帯料金とか日常の支払いを楽天系のサービスにまとめると、楽天市場での買い物でもらえる楽天ポイントの倍率がどんどん上がる仕組みになってます。さらにですね、楽天市場では楽天スーパーセールや楽天お買い物マラソンといったポイント倍率が上がるキャンペーンもたびたび行っています。
そういうタイミングで買い物をすると、SPU とショップの買い回りとかのキャンペーンのポイントを合わせて、還元率が 20% から 30% くらいまで上がることもあります。そうすると、数千ポイントは余裕でゲットできるので、本当にびっくりするぐらいポイントが貯まります。そんな感じで非常に貯まりやすい楽天ポイントなんですが、楽天ポイントは用途も広くて使いやすいっていうメリットもあるんですね。例えば、携帯を楽天モバイルにしていたら、携帯料金の支払いにも使えますし、楽天証券で投資をしていたら、楽天ポイントを使って投資することもできます。もらえる楽天ポイントは、通常ポイントと期間限定ポイントの2種類があります。通常ポイントは基本万能で何でも使えるんですけど、期間限定ポイントは用途に制限があるんですね。例えば、期間限定ポイントを使って投資はできないとか、そういう感じです。でも、期間限定ポイントも、スーパーやコンビニといった日常生活の支払いで使うことができるので、ポイントの消費には特に困らないですね。我が家はスーパーでの買い物でよく使っているんですけど、それによって食費の節約にもつながってます。楽天については、楽天証券や楽天銀行の解約が立て続けに起こっていて、もう楽天なんか嫌いっていう風にそっぽを見てる人もいると思います。でも、ポイ活目線で考えると、楽天経済圏はまだまだお得ですし、利用価値はあると考えています。支出を抑えるっていう意味だと、楽天ポイントはすごくおすすめなので、もし日常の支払いがいろんなサービスに分散して、ポイントがバラバラになってしまっている人がいらっしゃいましたら、楽天系のサービスへの統一も検討されてみてはいかがでしょうか。その時の支払いで楽天カードは必須アイテムになるので、まだ作っていない方がいらっしゃいましたら、カードの発行も年会費もどちらも無料なので、ぜひこの機会に作ってみてください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。以上が2つ目のキャッシュレス決済についてです。次に3つ目はふるさと納税です。すでにやってる人も多いと思うんですけど、ふるさと納税はめちゃくちゃ節約効果が大きいので、資産形成の大きな味方になります。特に楽天市場でふるさと納税を行う楽天ふるさと納税は、現代の錬金術とでも言うべきチート制度なので、まだやっていない方はぜひチャレンジしてみてほしいものになります。収入によってお得度は異なるんですけど、平均的な収入であっても、楽天ふるさと納税を活用するだけで、年間数万円の支出が削減できます。すごい制度なのは分かったけど、そもそもふるさと納税ってなんだよっていう方もいらっしゃると思うので、簡単に説明すると、ふるさと納税は住んでいる自治体以外の応援したい自治体に寄付できる制度です。寄付金のうち自己負担額の2000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除が受けられます。その上で寄付した自治体から地域の名産品とかの返礼品がもらえるんですね。自己負担額が2000円あるものの、寄付してもらえる返礼品で十分に元が取れるので、これがお得っていうことで今や大人気になった制度になります。普通にやるだけでもお得なふるさと納税なんですけど、楽天ふるさと納税っていう楽天市場でふるさと納税ができる仕組みを使うとさらにお得になるんですね。楽天ふるさと納税の何がそんなに優れてるかっていうと、楽天市場で通常の商品を購入するときと同じような操作とか同じような手続きでふるさと納税ができる上に、楽天ポイントについても通常の買い物と同様に貯まっていくことです。寄付金っていう税金の前払いみたいなのでポイントが貯まるっていうのは違和感がすごいんですけど、普通にポイントがつくんですね。しかも、ふるさと納税は数千円から数万円っていう感じで高額なので、もらえるポイントも多くて、本当にザクザク貯まっていきます。このポイントの貯まり具合が、他のふるさと納税ポータルサイトと比較しても段違いにすごいので、楽天ふるさと納税は非常におすすめです。お得なのは分かったけど、じゃあいつやるのがいいのっていうと、楽天お買い物マラソンや楽天スーパーセールっていったショップ買い回りでポイント還元率がアップする期間がおすすめです。さっきから楽天お買い物マラソンとか楽天スーパーセールとか言ってるんですけど、こいつらが何かっていうと、まず楽天お買い物マラソンは、キャンペーン期間中に1000円以上のお買い物をしたショップ数に応じて、ポイントがどんどんアップしていくお得なキャンペーンになります。最大の買い回り店舗数は10ショップで、その時のポイント倍率は10倍になります。開催タイミングについては、お買い物マラソンについてはほぼ毎月行われてますね。次に楽天スーパーセールが何かっていうと、3ヶ月に一度開催される楽天市場の目玉セールです。タイミングは決まってて、3月、6月、9月、12月の年4回ですね。お買い物マラソンと同様に、買い回りでお得になるだけじゃなくて、楽天市場に出店しているショップごとに、値引きされたり、ポイント還元率がさらに上がったりっていった感じで、魅力的なセールが行われるのが特徴です。それで、なんでふるさと納税をするのが、このショップ買い回りキャンペーンのタイミングがいいのかっていうと、ふるさと納税で寄付をした自治体も、買い回りのショップ数としてカウントされるからですね。これめっちゃ不思議だと思うんですけど、そういう仕様になってるんですよね。なので、楽天経済圏を利用している人は、そういったお得なキャンペーン期間に、まとめてふるさと納税をしたり、
買い回りで10店舗を買い回りたいんだけど、ショップ数がちょっと足りないっていう時に、ふるさと納税を利用して、ショップ数を稼いでいるっていう人が多い印象があります。この寄付した自治体もショップ数に入るっていうのは、本当に不思議だなって今でも思います。そのキャンペーン期間に加えてですね、さらに5と0のつく日は、楽天市場のポイント倍率がプラス2倍になる日なので、キャンペーン期間中の5と0のつく日に行うっていうのが、楽天市場で買い物をする際の鉄板の立ち回りになります。なので、よくこういうキャンペーンの時の5日とか10日とか、そういうタイミングで SNS で今日がお得ですよとかっていう風に発信されている方が多いのはそういう理由ですね。直近の狙い目の日にちを具体的に言うと、直近だと3月5日と3月10日あたりが狙い目かなと思います。どうしてかっていうと、次の楽天スーパーセールがおそらく3月4日から3月11日に開催予定で、その期間内の5と0のつく日が3月5日と3月10日だからですね。なので、もし狙っている返礼品があって、品切れになる前になるべく早くふるさと納税をしたいというふうに思われている方は、このあたりの日にちを狙ってやるといいと思います。ちなみに我が家の場合だと、3月、6月、9月、12月の楽天スーパーセールのタイミングに合わせて、4回に分けてふるさと納税を行ってました。理由はですね、返礼品をまとめて頼むと、ほぼ同じタイミングで届いて保管場所に困るからですね。特に冷凍で届く食品は、冷凍庫がすぐにいっぱいになるので、まとめて注文するのはめちゃくちゃ危険です。なので、スケジュールに気をつけて、何度かに分けて計画的に頼むのがいいと思います。ちなみに、何を頼めばいいのかわからないっていう方に向けて、過去におすすめ返礼品をまとめているので、よかったらこちらの動画も合わせてご覧いただけたら嬉しいです。ちょっと長い動画なので、一覧でざっと見たければ、ブログの方で記事にもしているので、そちらをご覧いただけたらと思います。お得な返礼品の情報を調べるのは楽しいので、いいものがあったらまた紹介しようと思います。以上がふるさと納税についてです。まとめの前に一つお知らせです。我が家が使っているおすすめの証券会社を概要欄に一覧で載せております。投資を始めたいけど、証券会社の選び方がわからないという方にもおすすめな、手数料が安くて使いやすいネット証券を中心にご紹介しています。普通に口座開設をしてもいいんですけど、ハピタスっていうポイントサイト経由で開設をしたら、数千円分のポイントをゲットできるので、ハピタス経由で開設することをお勧めします。特に今はどの証券会社もお得なキャンペーンをやってるので、おすすめですね。ハピタスのリンクは概要欄にも貼っておりますので、そちらからご登録いただけたら嬉しいです。まとめです。今回は5000万円を貯めるまでに役立った神アイテムについてお話をしました。一部の年収1500万とか2000万とか、そういうスーパー高収入会社員を除いては、みんなそこまで収入がバグってるわけじゃないと思うので、できる範囲内でいかにお金を使わないでお得に生活をするかが非常に大事だと思います。そういう中で今回挙げたアイテムはどれも有効だと思うので、どれか一つでも取り入れられるものがあればお役立ていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは今後もファイヤーや資産形成に役立つお金の知識を発信していきます。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録やいいね、コメントをしていただけたら嬉しいです。Twitter もやっておりますので、こちらにも遊びにいらしてください。お問い合わせは Twitter の DM かこちらのメールアドレスにお願いします。今回もありがとうございました。キャッシュレス決済。キャッシュレス決済。キャッシュレス決済ってめっちゃ言いづらいですね。